我々のミッションは人命救助と民生支援といいまして、被災した皆さんに食料だとか水とかを供給するようなことを任務として行ってきました。我々はまだ一帯一地派遣隊ですので、約1週間の間行って、まだ我々の任務については我々の後続の隊員によって継続されております。この、未曾有の災害ということで、我々が目の当たりにした悲惨な光景、この中で、被災者の方々がどんなに苦しい思いをしているかということがよく分かり、それに対して我々が全力を挙げて、これに当たらなければいけないということを感じております。友達という支援については我々も聞いておって、非常に被災民の方々からも感謝されております。今後まだまだ被災者の方々については糧食あるいは水生活用品と必要なものがいっぱいありますので、それらを継続的に供給できるように協力していただきたいと思います。はい、大変驚いてました。それくらいよく頑張った。今日は基地司令の行為でお風呂の時間も長く延ばしてもらった。これから食事をしてお風呂に入って、そして各部隊長も来てるから、ここにいっぱい集まってる隊員にも教えてやってくれ。重ねて言う、ご苦労だな。以上。中にいませんか。
試験の覚え。